はい、では続いて行われるのは、分からせバトルとなります。まあ、せっかくだから普段やってないちょっとやりたいという、まあそれはそうですよね。ということで、遠征勢対千葉勢という構成になるわけですが、じゃねえや、まあ遠征勢でも関係ねえな、普段やってない人同士でやりたいということで、ここの組み合わせ、ミオライチ対レイムノエル。しかし、いわゆるドミンしたんですが特に問題なかった。足、あーっと熱波は良くない。タンシーからスリコンボが入る。 4D 見えなくて、あーっと熱波狩りになる。さあ、そうは一気に決まってしまいました。一本選手したのはライチ。足が耐えて、もう飛ばす、フルタイク、さあここは着地硬直に立ち合いが入る。あっと美味しい当たりだしたぞ。あっと立ち火当たってるんですけど、しゃがみで止まる。ちょっともったいないですね。さあ 6A から潰していくわ。コモイス、あっと引っかかっているの、棒飛ばしが当たってしまったか。青いが、オーディー、さあ立ち火スカに間に合わなかった。 4D これが通って、まず1勝したのはミオライチ。さあ、ただ5試合選手なんで、まだまだこれからというところです。さあ、オリガジャンシー通して、ライチがリードを広げる。コロッといって、フルタイク、ちょっと安いか。さあ、お互い安く済む。ヤシジャンバーショットからさらに固めに行くが、ここは OD。 足が長いライチ、投げて独身国士、まだ残る。オーディッ、あーっと立ち入れんだ。どうなの、バレットレインとかさすがに無敵はないと思うんだけど、どうなの、本当にないですよ。おーっと 6B カウンター 6C、 これはちょっと痛い。さあ取って、ジャンシーからジャンプ、ジャンシーから、おっ
4D が当たらない。しかしセンディが飛んでくる。特殊動機でね、 6B フェイントから 6A バスト間に合った。さあなんとか、あれはね、圧制保証がありますんで、ライチに攻撃が当たっても技の判定は出っ放しになります。さあ 2-0、 The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. 投げていく。時計取って。ちょっとコンボ怪しい。ライチ。しかしガードはしっかりしている。6Bも飛び越えて。マジ？さあ 4B 使った。バズルフリッターもしっかりしゃがんでかわしている。中断バーストも警戒しながら一本選手したのはライチ。ヤシカウンター、もう飛ばして中断。さあミモリコンボ見せてる気がするが、これは一通上段にうまくくぐっていきました。ノエル親父。さあ強め返しを警戒しているとこんな感じでハイジャンプに抜けられてしまう。中段バスト C。 ウダイ君ウータイ君追い払ってくる。中段取った。さあ 6B からコンボを決めて空投げ勝利。コンボミス。さあ空投げからのコンボをうっかりミスりましたが、その後うまくチュンでフォローしまして、ミオライチが3勝目です。ごめん。さあちょいちょい怪しいムーブはありましたが、体勢は変わらない。4戦目です。ブルーンまで入れ込んでいく。ジャンビー、さあバーストして、いつ上段バウンドする。さあ画面に近いとこの壁板でリターンが出てしまう。一通上段食らいたくないんですけどね。さあこれはクラッシュトリガーをうまくレベル2で挟んで火力を出してきた。シムソー綺麗に決めていきます。一本選手したのはライチ。レベル2アクション。来なさい。中断通るが、ここは2回目の中断で
コンボに行く。さあうまく飛び越えて行きます。テイクダッシュ CB が速い。4B ツバメからさあ壁味一受け段カウンター 6D リバースト。そうですね、あそこぐらいしか安定で確定しないイメージ。中段は当たる。おやじ さあ、ゲージ 100% 使ったぞ。お互い 100% 吐いた。 6D に OD 中段からの戦利押せ切っていきまして、さあ、ミオライチが4勝です。さあ、ラウンド取れそうなオーラは、ね、出ているもののというところ。あっ、ここでしてしまうか、ミオライチ。カオパンから今度バスト。さあ、立ち火下段 2B からコンボを決めて、うまく1入れ替えコンを決める。さあ 4B を使っているが能力く、あっと、これは補正を切った。さあ伝統のミリーラッキャー 2B、を決めて1本選手したのはノエル。ジャンディ、さあ中段全部当たる。まあ、お互い様なんですけどね、ここ当たった。さあここで中段が当たる。あそう、さあノエルこのままなんとか押し切ってホタテは阻止したいが、進路まで決めていく。当たるとするアスカルがジャンシーカウント。さあ千里はバースト。さあそしてリバサ国士、便利ですよねマジで。さあ、あれも中段が通る。取り返しガーボー、しっかりタッチカウンター。レイドまで決めてまだ入る。ヘッドアップタッチカウンター。これは立ち目で拾えない、判定薄かったか。チュンが当たる。さあライチまだあるか。あれチュン指導減るな。4000ラスト間に合った。バレットレインはガード。おっとラッキャン使っていく。診断が覚悟します。リボルバーブラスト
オディッアサルトするでぶっ飛んだ、追撃できないが、さあ 4D が防設置に当たって、さあレイムノエルここで一矢報いた、一勝。さあセットカウント 4-1 となりました。第6試合目です。4D 飛び越えていく、アダードスルーは位置入れ替わったものの出ない。一通上だ、あれ返ってきた、そう画面端じゃなくても今みたいな感じでカウンターと跳ね返る、厚み拾いできない、チュンが当たる。さあちゃんとバータイのツバメ返しもしっかり毎回入れてるのが偉い。一本選手したのはライチ、再びリーチです。タカパン対空からコンボを決める、ジャニーリッチ、ラスト前投げ、おっと入らない、これはまさかのライチも暗い判定、結構ちょいちょい怪しいところありますからね。ジャンバー、さあジャンバーから立ち火は届かない、アダドスルーは届かないが、あーっとこれはクリーンとならない、レイド、一通下段ガード、 CA で返して、おお、すごいのが当たった、あーっとチュンマーまた当たった。さあちょっともったいない当たり方が多かった感じはしなくもないですが、決まりました。ミオライチ対、レイムノエルの分からせバトルは 5-1 でミオライチの勝利となりました。2人ともお疲れ様でした。